恐怖の弾き語りで、松田聖子さんスイートメモリーズ、はい、これいい曲なんですよ。だからですね、こういうのにですね、違う歌詞をつけてですね、違う歌詞をつけて違うタイトルにしてやってもいいと思うんです。この YouTube の中ではね、このメロディーだけ撮ってですね、うん、メロディーだけ撮って、まあ、場合によってはメロディーも変えてもいいですね。この YouTube の中っていうのは自由なのでね、YouTube から出ちゃうとまたいろいろあれなんでしょうけど、 YouTube の中はね別にいいみたいですからね、よっぽどのことを、よっぽどの YouTube でもアップロードしちゃいけないっていう曲はあるのかな、ね、ちょっとねわからないんですけどもね。これイントロがですね、ちょっとイントロはちょっと省略で、どうしよう、プラス5ですか、プラス5か、ごめんなさいね、ここでもこのファの音はいらないですね、入るとThank you.
ルルルルルぜひ、弾いてみてください。まあ、これあの E フラットって書いてあるんですけども、もっと弾きやすいキーでもね。でもこう、まあ、これ慣れちゃうとね、あのこの方が良くなっちゃうかもしれないですけどね。E フラットがいいですよね。あと D フラットとかですね。はい、そういうことでですね。また松田聖子さんの曲はちょっとちょびちょび。ちょこちょこね、またこの同じやつを取り直してもいいんですけど、ちょっとなんかいろいろ考えてですね、はい、はい、まあ、これとこういう、ここがポイントですね。これはね、これがやっぱここが、これがこうなるからこの曲はいいわけですよ。うん、これがヒットの理由だと思いますね。はい、はい、どうもすいません。はい、ぜひ弾いてみてくださいませ。ありがとうございました。失礼します。